はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、アメリカンラガー、バドワイザーです。久々にね、飲んでみようと思いまして。はい。原材料が麦芽とホップと米。アルコール度数 5% です。うん。コーンとスターチは入ってないですね。へぇ。なんかあれだね。変わってるね。麦芽とホップと米だけだもんね。だいたいこの後に来るのが、コーンとスターチが入ってくるんだよね。うん。まあ飲んでいきましょう。値段が、200。コンビニで買いました。200円ぐらいですね。値段が200円。うん。で、こちらバドワイザーがですね、近年、なんかちょっとね、小耳に挟んだんですが、こちらがなくなるらしいです。うん。バドワイザーがね、確か、なんだったかな？もう近々なくなるらしいですね、これがね。発売を終了するらしいですね。まあいいや、完璧。うん。うん。うん。なんかあれなんだよな。コロナビールに比べると、コーンの香りがしないんですよ。うん。うん。で、特に後味もない。で、さっぱりしてるというか、薄い。うん。味がね、単純に薄い感じがするんですよね。うん。うん。キリン、バドワイザーが、キリンビールが今月、今年末で海外ビールのバドワイザーの、日本での製造販売を終了することが、らしいです。うん。今年末なんで、12月の、30日ぐらいで辞めるみたいですね。うん。うん。なんか後味もなければスッキリしてる。で、悪く言えばまあ、何も味がしないっていうか、うん。まあ、麦芽の味はするんだけども、まあ、コロナビールみたいに、コーンの香りがするとか、風味がするとかでもなく、まあ、麦芽の味みたいなのするんですけど、特に後味も一瞬で消えるような、あれ？っていう感じ。あれ？後味何もないぞみたいな。あれなんだこれみたいな感じですね。まあ、単純に言うと薄い。コクがない。風味も大してない。という感じです。ウィキペディアを見ましょう。1876年に生産が始められ、今では世界一の販売量を誇っている。なっていますね。種類は、ペールラガーと書いてありますね。ペールラガー。まあ、ぶっちゃけて言うと、ほとんど水みたいな感じですね。ほとんど炭酸水のような、風味のなさ。うん。実に、薄い。ですね。あれ？ああ。本製品は米国アンハイザーブッシュ社のライセンスにより、キリン麦酒株式会社が製造しております。ということはこれ国内製造なんですかね？おそらくね。うん。
でも国内製造。まあでも日本語で書いてある以上あれなのか。国内製造か。そりゃな。なるほどね。まあ、バドワイザーといえばバドガールというね、可愛いんですけれども。まあ、色っぺーなって感じなんですけど。まあ、世界で一番、販売量を誇るということはですね、まあ、それなりに、うまいというか、何かしらの理由があるはず。なんでしょうか。アメリカだって、たら何かハンバーガーを食いながらとかね、のあれなんでしょうかね。まあ何らかしらのこうなんか食ってやっぱハンバーガーとかに合うんじゃない、このバドワイザーはやっぱりね。でサッカー観戦とかだとやっぱりなんか水っぽいビールが売れるのかな？暑いから、あれなんですかね。こういう水っぽいビールがうまいみたいな感じになるんですかね。それもよくわからないですね。まあ、こういう、薄いビール。というのはね、売れる。というか、いわゆる、日本人が好きとかさ、アメリカ人が好きとかじゃなくて、やっぱ全世界にまあ飲まれるっていうか、まあ、って、まずくはねえなって。まあ、まずくはねえみたいな感じでさ、みんなして飲むから、ね、変な、コクとか、香りがしないんで、まあ全世界の、ね、人に好まれるというか、好まれるかどうか知らないですけど、まああれですよね。味覚的にちょっと違いはあるものの、まあこれは普通に飲めるみたいな。ビールだから、こう癖がないのが逆に特徴的なんでしょうね。これはあれですね。塩とライムを入れてみよう。大して美味しくはないんですけど、塩とライムを入れてしまえば、意外と美味しいかもわかんない。ね。こういうのはやってみないとわかんない。ね、やっぱ癖がないからこそ、このライムの味と、ライムの味と、塩の味が、効いてくるかもしれないですね。ちょっとは、ね、まあコロナビールみたいにこうして、それでは乾杯。ライムですねこれ。ちょっとライム入れすぎたな。ライムの酸味と香りが、美味しいですね。特に癖もないんで、癖もコクもないので、むしろダイレクトに塩とライムの味が、ものすごく伝わってきますね。バドワイザーというのは、種類。何あれ、アメリカンラガーとかなのかな？どっかのサイトだと、洗練された心地よい喉越し。トロピカルフルーツのような甘さを思わせる香りも特徴、魅力って書いてあります。どこがトロピカルフルーツだよ。さっぱりわかんねえわ。ハイネケンもあったな。
バドワイザーとハイネケンもありますね。まだ、あれなんじゃないですか。ハイネケンの方がうまいんじゃないの。まあ、今度は、ハイネケンも買ってみるか。ハイネケンは、飲みやすいバランスの取れた味わい。なるほどね。まあ、ライムと塩入れてしまえばうまい。美味しいのは間違いねえな。うん。まあ、でもあれだよね。ハイネケンって、緑色の瓶なんですけど、個人的にはキリンのハートランドビールも、ね、緑色なんで、それに比べるとね、ほんとハイネケンはめっちゃ薄いっすね。うん。めちゃくちゃ薄いっすね。元バー店員の僕が教える、なんだっけ。美味しい瓶ビールランキングトップ5。5位がヒューガルデンホワイト。これベルギービールですね。これは前飲みましたね。うん。まあ、これも有名なやつですね。4位がバドワイザー。うん。3位がハートランドビール。うん。2位がコロナエキストラ。で、1位が、ハイネケンと。たまに噛んで飲むと味が違う気がすること。瓶のハイネケンがやっぱりいいと。缶より瓶の方がうまいんだって言ってる人もいます。うん。やっぱり瓶のハイネケンが最強ですって書いてある人、書いてますね、この記事にはね。まあ、やっぱり、こうやって、瓶でラッパ飲みしたいみたいな。瓶を持ってこれラッパ飲みなんだよっていう人はね。まあ、うん。まあやっぱラッパ飲みだと俺コロナエキストラ一番うめえんじゃないかな。ハートランドは割とじっくり楽しむ、ラッパ飲みするような何て言うかな。楽しみ方じゃなくて、喉越しとかのあれ、ねえ、ラッパ飲みって結局さ、ほとんど喉でしか飲まないじゃないですか。味わわないじゃないですか。やっぱそう考えるとコロナエキストラあたりに、やっぱねえ、ライムと塩入れてラッパ飲みするのは一番好きだな。ただコロナビールもさ、瓶のやつ高いんだよ。うん。瓶のやつはね、高いしね、おまけに重いしね、かさばるんでね、もういいとこほとんどないですね。まあ、ただやっぱりなんかこう、バーとかで頼むんだったらやっぱ瓶のやつで、ね、こうラッパ飲みしたいみたいな。うん。のはあります。コクはないです。甘みも、いや、甘みは若干あるのかな。うん。苦くもないですからね。香りはないです。うん、香りもありません。これは面白くありませんね。はっきり言って。うん。ただ、ドブじゃねえ。洗面所に捨てるような、レベルの、あれではないという。ね。まあ、二つ星でしょうな。1312です。ご視聴ありがとうございました。